こんばんは。おかみさんは？あいにく具合が悪くて、もうお酒も切らしてるのですみません。どう？まだとっくり一本残ってるわ。熱燗でいいかしら？ありがとうございます。 You are Chinese? You speak Chinese? 我只会一点点，什么都只会一点点。一点点好啊，这样你会活得很轻松，知道的太多才会累。你常来？这么多年了，这里什么都没有变，这里的人还是一样的温暖。每年的这个时候，我都会到这儿来。这里的一切总能让我想起那些令人难忘的老电影。啦呀啦呀啦哒啦呀啦啦呀啦呀啦哒哒呀啦啦呀啦。我也记得那部电影的经典对白。男子汉有时候是需要面对死亡去飞行的。你看多么蓝的天呢，走过去你可以融化在这蓝天里。走吧，一直往前走，别往两边看。你也看过那部电影？喂，哎，同志，我是律师，需要帮助吗？野郎は追い出せ。お前らこっち来て釈放しろ。はい。申し訳ありません。奥にご用意できてます。どうぞ。入れとけよ、こら！え？うせえんだよ、この野郎！真的不需要帮助吗？这是江湖事，你管不了。好久没人聊老电影了。老电影就是太长了。哦，对了，我车里有一套经典的老电影的光盘，可以送给你。谢谢了，那就去拿吧。好。哎，啥给的？啥给我的？こっちはお偉いさんの弱み握ってんだ。マジっすか？That's definitely him. Here you go, Otosama. Your friend won't have to pay him off anymore. God damn it, that guy almost ruined everything. It was fate. We were just having a chat about an old movie. Just watch out. Sometimes movie talk, it's just a come on. Let's go. Thank you.
本日はこの記念すべきにお越しいただき誠にありがとうございます。今年エンジン製薬は65周年を迎えました。これまで絶えず発展してこれましたので皆様方のお力添えがあったからこそでございます。私はここで国際弁護士である愚中先生に特に感謝申し上げたい。3年前我が社が提訴された不名誉な裁判で先生は見事に勝訴を勝ち取ってくださいました。彼がいなければ我が社のニューヨーク市場上場は叶わなかった。どう先生、本当によろしくお願いします。そして何より私が嬉しいのは今回の新薬開発を主導し成功させた我が息子が我が社の次期社長に就任することです。彼はきっとやってくれます。これからも私同様新社長への変わらぬお力添えをよろしくお願いします。ありがとうございます。社長おめでとうございます。Mr. Sakai. Do so. Are you sure? You must go to the States. I'm sorry. It's my management's decision. I see. Please keep our secrets. Hello. 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 Hello.副長官は恐喝してきた暴力団をうちで排除したことを感謝すると、ぜひまたゴルフをご一緒しましょうとおっしゃってました。社長、浅野さんですよ。おお、浅野さん。おめでとう。待ってましたよ。いよいよ君の時代だ。なんだな。注射が嫌いと伺ったんで特別に錠剤を。おっと。聞きますよ。薬薬に精通している弁護士は貴重だ。どっちには残ってヒロシを助けてもらいたいんだ。酒井熟吗？不认识，也不想提起这个人的名字。我是专门来找你。可我之前并不认识你，找我有什么事儿？你替天神药厂打赢了这么多场官司，多少知道他们一些秘密，他们应该不如表面那么清白吧？作为一个职业律师，接了客人的官司，我只负责胜诉，其他的事情我不过问。你没有怀疑过你打过的官司吗？你指的哪一宗官司？三年前酒井刚才说的那一宗。
谢谢。找个时间再见一面吧。你刚才提的那个案子，我想再听你详细说说。好，后天下午三点，大阪车站时空广场。还不知道怎么称呼您。演播真由美，你可以叫我马由美。英語の分かるものに変わりますので少々お待ちください。息がありません。硬直があります。こちらで起きた殺人事件の捜査に今警察が入ってきましたが、この家には I'm Yuji Asano from the Osaka Prefecture Police Division 1. Tell me what happened. Did you know Victor? Did you have a special relationship with Victor? I want a lawyer.警部、外にマスコミが集まってます。お前たちは表から出てマスコミの注意を引きつけるんだ。その隙に我々が被疑者を連れて裏口から車を出す。今警察が被疑者を連れてきます。You killed someone, attacked a police officer, and took his gun. Right now, it will be your last chance.待て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 
デリクトを全て押さえろ。急いで応援を呼べ。はい。被疑者の名前はドゥーチュー、40歳、中国籍の男性です。天神製薬の弁護士として大阪と中国を行ったり来たりしています。浅野係長がすでに遠征駅の出入り口全てに警官を配置したそうです。係長、伊藤課長から浅野係長に合流するように言われたのですが。駅はすでに包囲されている。俺たちがいて何の意味があるんだ。じゃあどうするんですか。地図を開け。はい。警部、被疑者が飛び降りた線路とトンネルを捜索しましたが何も発見できませんでした。第一機動隊到着しています。星はかなり危険な男だ。新しい被害者が出る前に必ず逮捕しろ。必要とあれば拳銃の使用もやむなし。場所地図に載ってないです。まだ建設中だ。だが上本町駅はもうつながってる。Shoot a hole in her face? You can't go anywhere with that idiot. It's our first day. Give her a break. Take me instead. You're the idiot. I just want her to know. You can't trust lawyers. You don't know me. Yes, I do. 3 years ago, I remember. I was framed. Then come with me. Tell me the truth. I don't trust cops. Move! Get me a car!
Take off the handcuffs. You won't get away with this. Drive! You didn't say where we were going. Shut up. Keep driving. If I go back with you, I'm dead. There's only one end for a fugitive. A dead end. You still have a choice now. What are you doing? 凶器に残っていた指紋、ガイシャに付着した髪の毛の DNA、 道中が犯人だと断定できる証拠は揃っています。奴を逮捕すればそれで事件は解決です。道中の動機は何でしょうか。現場は奴の自宅です。指紋や髪の毛は決定的証拠になりませんが、犯人を逃がしておいて今度はかばうのか。係長、私をかばって人質になったんです。それに最初に被疑者を逃がしたのは何だと。百田、お前は勝手に発言するな。すみません。矢村、浅野、お前たちがしっかり協力し合わなければならない。ちょっといいか。矢村、お前がどれだけ成果を上げても誤解する連中はいっぱいいる。でも俺はずっとお前の味方だ。やってみろ。完璧すぎるところが最大の矛盾だ。そうですよね。あの被疑者は優秀な弁護士だったんですよね。どうしたんですかね。お前同情してんのか。上辺だけじゃ分からんことは山ほどあるんだぞ。いえ、係長の分析は正しいと思います。笑うな。はい。防犯カメラの映像は。会場の外の防犯カメラの映像は回収することができました。被害者の田中紀子は10時15分に一人で会場を離れ、道中は11時36分に別の女性一人と会場を離れています。別の女性？もうちょっと拡大しろ。
もっとやれないのか。3年前、彼女のフィアンセは企業秘密を盗んだとして裁判にかけられ敗訴。まもなく彼は不審な死を遂げた。まさきは、あの人は自殺したんじゃない。あの弁護士が彼を死に追いやったのよ。あの所轄から来たうるさいやつは。ここにいるじゃないですか。なんだお前いたのか。どうです、似合ってますか。私もスーツ着てみました。私一晩かけてドゥーチューについて調べてみました。1976年中国青島生まれ、ニューヨークのコロンビア大学で法律を専攻、薬事法についても修得。いいか、ここからはドゥーチューになりきるんだ。奴が感じることを感じ、奴が考えることを考える。資料はただの資料しかないぞ。傷は死亡した後につけられた。死亡時刻は深夜だったとするならば、夜のうちに逃げることは可能だったはずだ。犯人はわざわざ朝まで死体のそばで寝るような人間なのか、それともこれは綿密に計画された罠なのか。罠だと思います。彼女が残したもの、そこから真相が見えてくる。被害者が最初に襲われたのはベッドではない。殺害されてからベッドの上に運ばれたんだ。被害者はドゥーチューの家に自由に入れる顔見知りだ。服のファスナーとボタンからは彼女の指紋しか出なかった。つまり自分で服を脱いだんだ。そしてレコードプレーヤーとグラスからも彼女の指紋が出たことを考えると、彼女は酒を飲んで音楽を聴きながら彼を待っていたわけだ。この時ドゥーチューはまだ帰ってこない。だが
彼女には自信があった。あの男は必ず自分に夢中になると。デスク近くの絨毯に残った血痕は死者のものと一致。彼女は犯人と激しく揉み合ったんだろう。彼女はその窓から外を眺め、犯人の帰りを待ち続けた。それから犯人が現れ、一夜を共にするはずだったが、一転、何らかの原因で彼女に殺意を抱いた。最初の一撃はデスクのそば、頸部についた圧迫痕から見て凶器はネクタイだと思われる。だが現場からはネクタイが見つかっていない。彼女は必死で逃れようとカーテンを掴んだ。そのことは彼女の爪からカーテンと同じ繊維片が検出されたことが証明している。左利きだ。他に誰かいたのかもしれない。もしかしてドゥーチュは無実ということですか？よし、仕事を募集するぞ。限定10名だ。仕事が欲しいやつは一列に並べ。一人ずつ見ていくから、ちょっと待ってね。ジェラヘイツ、每个连天就来求我昆明，还挺受欢迎的。拉他们去做什么工作啊？听说是给一家药厂什么研究所看护的，看来钱给的不错。他们去以后，没有一个人再回来过。我得走了，还有重要的事情要办。啊，说你一句老话，死掉什么都可以。没死掉你的心切。なれば我が社のイメージダウンにもなりかねないだろう。警察の上の連中に手回して事件解決させろよ。こういう時のために高い金払ってるんだよ。社長、お電話です。もしもし。社長、どうした？ I'm sure you've been expecting my call. Perhaps we should meet.How about at 12? At La Melody. お前が言って道中が何をしているのか聞き出せ。彼を絶対警察の手に渡すな。よし、これで道中も終わり。事件は解決だ。
a melody. It's lame. I want to get off this trouser. Such a miserable life. I don't like watching you suffer. This is the last one. I promise. Take a look. Our next target. If you can't do it, I'll do it myself. どうだ。新しい手がかりです。ドゥーチューと一緒に働いていた青木弁護士が天神本社を離れました。それで青木は事件と関係あるのか。はい、そう踏んでいた浅野係長がドゥーチューの関係者を尾行するよう指示を出していた人です。いらっしゃい。リーフとチキン一つ持ってください。お伺いいたします。コーヒーお願いします。アイスとホットどちらになさいますか。アイスで。かしこまりました。怎么你一个人来了？社长呢？浅野係長たちもラメロディの付近に到着しました。作为好朋友，我不得不告诉你，越是知道金线有危险，我相信你绝对不会下细手。你怀疑过也许会陷害你吗？没有。我推出你目前的处境和你要离开药厂有很大关系。他们跟一个非法私募基金一砸过钱，研发很不人道的新药，还记得吗？你参与的北川大姐啊，她不是偷了那个麻醉剂方程式吗？那就是新药其中的重要配方，听说是军需专用药物。What's the problem? Take him out. 我是律师，需要帮助吗 ？I can't get a clear shot. 这可违反国际禁限药物公约的。Shoot him. 过去离开药厂。Why do I always have to do everything? No, out of the way. Thank you.
damn it! Okay, you might be innocent, but we have to work together. You cops are all crooked! That Lozano tried to kill me! You have no reason not to trust me. No reason? Yeah. No way! We don't fall in love, Rain. That's just what we do. He's the first man to do something nice for me. What are you, 5? You should just go back to the children's home. I just want to be normal. It's too late for that. Dawn, don't waste time being angry. We never know which day will be our last. Do you like this? There's a new job. I'm doing this one alone. I don't want your feelings getting in the way again. Yatsu wa sousa no ami wo kuburette daitan ni ugoki gaatte iru. Nani ka ni tachi mukau to suru ishi na no ka, sore tomo tada tanjun ni baka na no ka. Yamura, ima Osaka de happou jiken ga okiteru. Shisha ga dete, Osaka juga konran shiteru zo. Dakara okashii in desu yo. 裏では当然何かが動いてますよ。泳がせておいて誘い出すか。分かった。いました、ドゥーチューです。女の顔をよく見せろ。でもこれってどういうことです？二度も同じ女性と一緒にいるなんて。二人が駅で一緒になったか。偶然じゃない。仕事に戻って。お嬢様、この男は。綾田さん、彼に部屋と着替えを用意して差し上げて。お腹も空いてると思う。でもお願い、いいから言う通りにして。はい、有什么事情明天早上再说吧。今天你就在这休息一晚。你休息的房间在楼下，小姐不想任何人接近这个房间。
めてくれ。一体どうしたらいいんだ。何日も寝てないでしょ。まだ悪いことは起きてないから考えすぎないで。あれは人助けのために開発した新薬だ。なのにこんな、これ以上悪い奴に利用されたくない。我要带你去一个地方，你这辈子都会记住。还记得被你们以盗窃罪控告的北川正树吗？我的未婚夫，曾经是。大阪府警捜査一課の矢村と言います。今殺人事件について捜査してまして、こちらのご主人にはお会いできますか？あなた方の右の手を合わせなさい。三年前我本来可以和他们一样。那年四月三号，就是法庭宣判败诉的第二天，我就站在那儿，我等着他来，等着祝福，等着我美满的人生。本以为能够赶在樱花开得最美的时候结婚，没想到那年的花落得特别早。败诉的那一天，他只说了一句话：“你早晚会清楚的。也许我死了才能证明一切。”对不起。对不起。郑树跟我说了，就是你。你们说他偷了新药配方。你知道他为什么偷吗？他不想酒井把这些东西拿去害别人。你真的认为你所知道的一切都是事实真相Cop again? I'm gonna kill him. I should call for backup, just in case. It's him. He's been chasing the whole time.
大丈夫か。この男が何者か知ってるだろう。なぜ一緒にいる。逃がさんぞ。I want to kill you. Happy about this now? Before I met you, my life was great. We're stuck together. Let's be gentlemen. Of course. Hey! Huh? Watch it! Oh, sorry, Graham. But I'm taking you in. Now it looks like we're together. If I have to drag your dead body back, I will. You tell him, 西子被害的那天晚上，我是跟你在一起的。Tell her, the police gave all the evidence in the Kitagawa case. I never set up her man. You're together? The night Kiko was killed?奴が本当のことを言う男だと思ってるのか。我会不会坐牢就看你了。あの夜、私は彼と一緒にいました。夜中の1時頃まで。証人にはなれるのか。いいわ。谢谢你帮我澄清。别跟我来这套，等逃出去再说吧。お嬢様、どうしたんですか？いいからとにかく来て。先生、何があったんですか？離れろ。向かい行け。床に伏せろ。窓には絶対近づくな。Strange. A cop and killer's always at the same place at the same time. I don't want to die here with you. Neither do I. そんなもん使えるのか？もちろん。6歳から父と狩りをしてたのよ。
のためにも生きるんだ。It's your turn. Again. I'm right-handed. Today, you're left-handed. I can't kill someone. Just shoot the feet. I'll get the rest. Sana gave me is too strong. I can't feel a thing. You're gonna make it, doll.弾は貫通しています。もう大丈夫です。麻酔が覚めたらまたお呼びします。ありがとうございます。龍一郎はどこに入れた。
何かあったんですか？動いてない。お前の上司だぞ。報告するのは君だ。私の上司は矢村係長です。あなたの命令に従う義務はありません。矢村、逃亡犯をわざと逃がしたんだぞ。俺がこのケースの担当だ。自分が悪いとは思わないんですか？薬ですでに足がついています。係長としてのあなたはもう終わりです。貴様、どういう意味だ？え？口封じですか？捜査一課の人間がそこまで来ています。現行犯で逮捕されますよ。あいつさえしなければ。秘密が外部に漏れるのを心配してましたよね。ドゥーチューのパソコンです。あとはこれです。もしもし、すぐ来てくれ。キコを殺しちまった。今どこにいる？ドゥーチューの家だ。何を触るな。俺が行って処理するから。矢村が俺のことを調べ始めました。もはや海外に逃げるしかない。どうして道中現場で殺さなかった？殺していれば全て片付いたはずだろ。俺が悪いとおっしゃるんですか？いいですか、全てはあなたのご子息新社長の名誉と無実を守るためです。それに俺にも後がないんです。さあ、いくら用意してくれます？飼い犬に手を噛まれるとな。私の目を見ろ。この目が節穴に見えるか。しっかりしろ。お前は天神製薬の次期社長なんだ。はい。我在房间找到一些证书留下的资料，但是我之前好像从来都没见过。快来帮我看看。还有一件事我始终不明白，到底是什么样的药物研究可以让一个基金花这么多钱在一个药厂身上？伊 sir。 什么？百慕大的一个基金，他们持续赞助药厂研发新药，酒井社长没让我参与这个项目，我就是这样被他们蒙在鼓里。这是证书偷拍的，这个什么意思啊？这是天山制药厂药品配方的编码，药厂为了保密，会有一套自己的编码。这应该是证书研究的新药配方。北川先生、できてるんでしょう？処方コードを渡してください。まだ完成してません。あの処方コードは非常に重要なんですよ。也是酒井一直想要得到的东西。他们用活人做人体实验。真由美、これを読んでいるということは、僕はもうこの世にはいないんだね。僕は君を幸せにしたくて、酒井から金を受け取ってしまった。
君が思っているほど僕は善良な人間ではなかった。それでも良心はある。新薬は渡せなかった。処方コードはここに隠してある。いつかこれが真の役割を果たして人類を幸福にもたらすことを願う。I'm sorry about Dongwon. You two girls are like my own blood. You can't imagine how sad I am. Don't let her die for nothing. You know what you need to do. Don't let me down. Yes, Oto-sama.なんだ、何泣いてんだ。私はただ係長が回復したのが嬉しいだけです。だったら笑え。笑うなって言ったのは係長じゃないですか。命令は撤回だ。これからは好きなように笑っていいぞ。ただよく似てるんだ、その笑顔が。こんな話はもういい。俺に報告することは、浅野が使用していた薬物と現場で押収した錠剤の成分が一致しました。一種の超興奮剤との薬物分析報告が出ています。あ、ひどいな。あ、そのままでいいよ。いや、すいません。山村、はい、お前をこの捜査から外すことになった。ちょっと待ってください。天神製薬を追い詰める決定的な証拠がもうすぐ揃うんです。今度こそ決着をつけます。お前は三度も被疑者を逃がした。ドゥーチューは犯人じゃありません。浅野を調べてください。浅野とは連絡が取れない。またですか。社長の酒井が代議士を使って捜査を妨害している、そういうことですよね。相変わらず引きずってんのか。いつ死んでもいい。そんな部下を持った俺の身にもなってくれ。いい加減前を向いて生きろ。彼女もきっとそれを望んでいる。这三年里我常常在研究中心外面观察，我总看到一辆黑色的厢车载满了人开进研究中心，但是每次开出来的时候都是空的。谢谢你的帮助，班口先生。哎，说什么呢，你看得起我才会找我，其实我也想进去看看。
我的兄弟。実験用のホームレスが到着しました。百田さん、真由美です。ドゥーチューが一人で天神研究センターに行くと言って出て行ったんですが、連絡が取れなくなってるの。万一要是有什么危险，你一定要想办法出去。昨夜二人でマサキが残した資料を調べていたら、センターがずっと欲しがっている処方コードを見つけたんです。で、私から見つけたコードを矢村さんに知らせてくれって言われたんです。今から言いますね。 C11H15NZ、 小文字の N2 です。わかりました。係長は今診察中ですが、すぐに伝えるので安心してください。真由美さん、あの処方コードが禁止薬剤を製造するためのものだとすれば、天神製薬を崩壊させるためには十分すぎる証拠となる。天神製薬の機密を俺に伝えた時点で、すでに殺される覚悟ができていたはずだ。私も一緒に行きます。お前は来なくていい。俺は捜査から外された人間だ。それにこれは俺個人の問題だ。这个李家自走的逃房，逃了二十年了。我的老婆是个完美的女人，离开心爱的人，后悔吗？俺にしてやれるのは
あいつの邪魔をしないことだけなんだ。We've been experimenting for a year now. You see these results? We have something new. An updated formula. Exactly what you need. It gives superhuman strength, but with total thought control. Now all we need is war. And both militaries and terrorists alike will become our happy customers. ご安心ください社長、北側の開発した処方コードを組み込めば薬の威力は極限にまで達します。道中はなぜいる？ホームレスに紛れてきたようです。あの男は絶対逃がすな。ミスター・ドゥ、 It's been a long time. What did you do to Sakaguchi?He volunteered for some basic tests. This will be Tenjin's greatest contribution to the world. A super drug designed for the battlefield. You are murderous!一瞬で身体機能が向上し、痛みも恐怖も感じなくなる。その戦闘能力は極限を超えます。東南さん、北川君の吸収は残念でした。彼が3年前に作った処方行動は我々の新薬の欠点を補い完璧なものにしてくれる。それは彼の当初の夢でもある。どこにあるんですか？言わないわ。マサキがあの薬を作った。でもね、それは病気で苦しんでる人を助ける麻酔薬としてよ。人殺しのためじゃない。この実験は肉体的痛みに対する耐性効果の実験です。 She won't speak nowMake sure she never speaks again. Yes. Body check, 戻りません。私は警察の方々がちょっと苦手なんですよ。そうですか。一体何の用です？あなたには用はない。ふざけるな。私を誰だと思ってんだ。お客様に失礼じゃないか。これはこれは意外なお客さんだな。大阪府警捜査一課の矢村と言います。捜査一課、君は停職中のはずだろ。警察内のことは君よりよく知ってるよ。それだけ深い関係なんだ。逃亡犯を探して、我々はかくまってると。ドゥーチューという名の男だ。彼のことか。彼なら確かに我々が保護した。肉体的にも精神的にも限界で危険な状態だったから隔離してある。引き渡してもらう。令状はあるのか。君はこの件から外されてるだろう。ある情報と引き換えだ。情報？ C11H1。 父さん、北川が残した処方コードのようです。慌てるな。完全なコードは
道中に会ってから。分かった。案内しよう。What do you feel when you lose someone important? A pain. And you've suffered it a very long time. Why do you ask? Because I think I feel this pain. にしてしまうんだからな。クズが多すぎる。I'm sure that I am. You have to hang in there. クズは人類発展の妨げになる。I'm trying, but it's really hard. だがここでなら社会に貢献できる。It's time to fight back. Yes. Otosama. What are you doing? Have you forgotten? Who rescued you from the orphanage? To be your leopard. Have you lost your mind? No. I just got it back. Fight. What? But my luck is always bad.
It rubs off on everyone. Damn lucky I'm alive. Yoshi! Tosa, 新薬の威力、僕自身が見せてあげますよ。僕は間違ってないことを証明してやる。もういい、よし、一緒にここを出るぞ。おい、新薬と危機に関する資料を全て抹消しよう。何としても天神製薬を守るんだ。はい。Oh!
同じのものは全て俺のものだ。離せ離せ。出てるもんないんだよ。お前は所詮犬以下だ。待って。なぜドゥーチューだったんだ。あいつが悪いんだよ。あの時あいつが来なければ。たったそれだけの理由か。忙しくなるぞ。はい。在医院里躺了那么久，都快忘了外面的天有多蓝了。ああ、誰の上にも青い空がある。この世界は平等だ。不思議ですね、あの二人。敵対してたのに今では友達だなんて。男って。単純な生き物なのよ。そうですね。あの二人ちゃんと言葉通じてるんですかね。少なくとも俺が知る限りだわ。お前は正しい人間だということがよく分かった。要离开了才觉得这一切是那么珍贵。そろそろ時間だ。For a better tomorrow. そういえばまだ挨拶してなかったな。シテツォン、请多多指教。ドゥーチューだ、よろしく。
funny. This hand feels like something is missing. 该上车了。係長、今レトロな電車で結婚式あげるの流行ってるの知ってます？ああ、なんか素敵だと思いません？思わん。干什么呢？试村。大不容易嘛，打个视频电话。等等。誰？フリーの記者をやってます。山田と呼ぶんです。それ以上近づいたら撃ってよ。そういう覚悟でここに来てますか？世界中に流れるのか。はい、生中継です。お二人の名前が世界中で広がります。哪有不完呢？我也去。